はい、今日はですね、奈良県の飛鳥村にある、岡寺にね、撮影に行ってきましたので、で今からですね、まあ、それのね、編集をしていきたいと思っていますので、最後までね、ご覧いただけると嬉しいです。はい、どうも山本キラーです、今回の動画はですね、飛鳥村のね、岡寺というところにね、撮影しに行ってきましたので、8K のね、60P を中心に、まあ、撮ってきたんですけど、で今回はですね、SDR の、まあ、テストということで撮影してきましたので、実際ね、SDR のね、映像を、まあ、編集していく流れだとか、あとは今回ね、新たなチャレンジとして、8K60P のN ロー、はい、こちらのプロ機種を使わずに、もうそのね、N ローのまんまを、編集してみようという試みでして、で、まあ、ファイルはね、やっぱり重いんですけど、ただ、ダヴィンチリゾルブのね、機能をフルに、まあ、使えば、どうもね、ローのね、データのままでも編集できそうなので、それをね、まあ、実際にやりながら編集ね、していこうと思っています。まあ、そんなね、流れも見ていただけたらなというふうに思っています。はい、それではですね、早速、編集画面に移っていきたいと思います。で、まず、ダヴィンチリゾルブをね、まあ、立ち上げます。はい、で、新規プロジェクトで、今回は、奈良、飛鳥村、はい、これでね、作成を行います。はい、でまずはね、設定画面の方に入っていって、まあ、今回は作業は、4K のタイムラインでね、やっていこうかなというところで、こちらでね、やります。はい、でフレームレートに関しては、今回ね 60p で撮ってますけど、書き出しはね 30p、29.97 でねやろうかなというところで、こちらにしておきます。はい、でここら辺はね、まあ、あんまり関係ないし、ここね、まあ、変える必要ないとは思いますけど、一応変えときましょうか。で大丈夫ですね。はい、でここは OK です。で続いてここはいいので、で次がカラーマネジメントというところで、 Mac の場合は REC709A に、まあ、するとね、編集画面と書き出しの、まあ、映像がね、まあ、一緒になるかと思いますので、まあ、そちらにしてください。で今ね、ちょっとパソコンと Ninja5 をね、まあ、つないでるためか、なんかね、この REC709γ2.4 というものにね、まあ、勝手になっちゃってるっぽいので、 709A にしておきましょうか。はい、これにしておきます。はい、で続いて、今回ね、N ローになりますので、でここで重要なポイントがありまして、今ねフルで読み出そうと、まあ、してるんですよね。でここを、クォーター、まあ、4K の、ね、サイズ4分の1にデータをする感じにはなるかとは思うんですけど、こうすると、まあ、おそらくね、タイムラインが、もうサクサクになるというふうにね、寺山さんが言ってましたので、これでやっていこうかなという感じです。はい。まあ、なので、ちょっとね、これでやります。あとはカメラのメタデータで、調節ができるようになりますので、この状態でいきたいと思います。まあ、これでね、OK なので保存を押します。はい。で、続いて、メディアプールにね、素材を入れていきたいと思いますけど、まあ、メディアのところの、今回入れたのがこちらですね。はい。で、今回は全てね、SDR で撮りましたので、こちらで編集を行っていきます。はい。で、全部、SDR で撮った N ローですね。になってますので、これね、全部、
使うようにします。はい。でフレームレートが違うって言ってますけど、今回は 30p でね、まあ、書き出したいと思いますので、これ変更しないにします。はい。これでね、全て取り込めました。はい。でこれがちゃんとねサクサク動くかどうかですよね。はい。では順番にね、入れていきたいと思いますけど、まあ私はね基本的にこのねエディットページで作業することが、まあ、中心になりますね。はい。まあなのでちょっとね今回、まあ、取ったデータを一旦ね全部入れちゃおうかな。はい。まあこんな形で全部入れて、はい。でエディットページで、まあ、見るとこんな状態ですね。はい。でこれでサクサクになるかどうかっていう話ですよ。はい。まあ、タイムラインがこれでねちゃんと動くかどうかちょっとねやってみたいと思います。ちょっとメディアプール邪魔かな。はい。これでねまあ見ていくと、はい、これね今、これ 8K で撮ったね映像にはなるんですけど、普通に今動いてますよね。あ、動いてますね。はい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 。いろいろとね撮って回ってますけど、まあ編集できなくなさそうですね。はい。いけるね。これね 8K60p のローですよ。だからね同じような動きしてますけど、はい。あ、これはねめちゃくちゃいいですね。実際これでね、まあ、編集していきたいと思いますけど、やっぱ綺麗だな。うん。もうちょっとね、もう見るだけでも、このね、SDR で撮ったニコンロー、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。これ何も問題なくね、これ編集できそうですね。やっぱね、クォーター大きいですね。はい。ということで、まあこういう形でね、まずは、カット編集していきたいと思います。であとまあ音楽をちょっと探したりだとか、まあ、していきますので、ちょっとねまた後ほど、やっていきたいと思いますけど、ポイントとしては、まあ、ちょっと、まあ、カラーのところ行ってみましょうか。はい。でカラーのところのまあ何でもいいんですけど、まあ、ここら辺で一回見ましょうか。どこがいいかな。まあ、この辺がいいかな。はい。で、まあ、このねローのデータがありますので、このねカメラの数値を触りたい場合は、まあ、ここでね触ることができます。はい。でまあすでにね SDR で書き出してるからか709にここねなってますね。2020から Nlog にね変換することもできるんですけど、今回ね別に Nlog に変換する意味はないので、はい。まあ、709で編集すれば、まあ、このね、普通の、まあ、眠たい絵じゃないものに、まあ、なるかと思います。はい。まあ、こういうね、映像になるので、これを今回は活かしつつ、あとは、まあ、このね、スコープを見ながら、まあ、カラコレね、していって、まあ、調節をしていくよという感じですね。ではですね、ちょっと録画を停止して、じっくりね、編集していきたいと思います。はい、ということでですね、カット編集の方もね、まあ終わりまして、まあ、私の方はね、もうすべて編集し終わって、YouTube の方にもね、アップさせていただきましたけど、はい、続きのね、編集のやり方をご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、説明の方していきたいと思います。で、まずね、今が、エディットページ。はい、エディットページになるんですけど、でここでね、まあ、もうカット編集だとか、まあ、もろもろねニコンのロゴだとかタイトルね、まあ、入れたりだとかもうし終わった状態になっています。はい。でまあここはねもう皆さんでやっていただいたらいいかと思いますけど、でまあ一番ね気になるポイントとしてはそのね SDR の、やり方ですね。まあ、SDR をどういう風にまあ露出を合わせたりだとか、まあ基本的に今回ね SDR で撮ってますので、もう露出合わせで十分かなというふうに思います。はい。まあそこからね色を触りたいっていう方はまあそこからねまたやっていただいたらいいかとは思うんですけど、
はい、ということで今からねやっていきたいと思います。で、まあ、ここからですねあのカラーページの方に移っていってあのそれぞれね調節をしていくよということになります。はい、で今回ねあの SDR で撮ってますのであの基本的なやり方はもう全部、まあ、一緒になりますね。はい、まあ、私のやり方としてになりますけどね。はい、でまずはじゃあ最初のねページを見ていきましょうか。はい、最初のね、まあ、オープニングの映像が、まあ、こちらになるんですけど、ちょっとね最初暗くしてるんで明るくなってきたところからあのね露出を見ていきたいと思いますけど、でまずね、こちらを触る前にですね、全てねあの全ての動画に対して露出をあのメタデータの方からあの合わせていってください。はい、でそのねやり方としてはですね、ここのまずねおそらくこれプロジェクトか、メタデータになっているかと思いますけど、はい、ここからあのクリップにしないと、カメラのね、情報触れないのでここでやってくださいね。はい、であと、まあ、触るところとしてはここのねエクスポージャーを触るようにしてください。はい、でここで基本的にここのね、スコープの、まあ、範囲に入るように、合わせていくよということになります。で、まあ、全て同じようにやっていくんですけど基本的に触るところはここだけですね。はい、でこれがもともとが、0になってるんでそれでいくとこれね今あのオーバーしてるじゃないですか、まあ、ハイライトの部分が。でこれを、まあ、大元のね、ローデータの方で、調節をしておくよということになります。はい、でここでね、まあ、戻していけば、ちゃんと露出オーバーに、ねまあ、ならずに戻すことができますのでだいたいこの辺りかな、もうちょっと下かな、まあ、こんな感じで、合わせていくよということになります。もうそれぞれのファイルに対してやっていきますのでこれが分かりやすいかな。はい、で例えばですねあのこちらの映像ですね、こちらの映像がもともとはですねこれ0にしますね。はい、0にしてからこれもねこれ多分しちゃってるんですよね、その後の。はい、ちょっとこれも全部戻しておこうか。はい、まず戻しますね。まあ、元の状態に戻してます。はい、でまず、このね動画、まあ撮ったままの状態になりますけど、この状態ってもうこれねだいぶ黒つぶれというか、まあ、暗いですよね。まあ空の色はねあのしっかり出てるんですけど、ここのね、建物の、鐘のところかな、鐘の建物が、もう暗くてよくわからない状態になってますので、まずねここでエクスポージャーで露出をねこれ上げていきます。でちょっとね上げすぎるとダメなのでこの辺かな、ここのね、飛ばない位置にまで、まあ、持っていってくださいね。はい、ちょっとこれでもまだ行き過ぎかな、さっきね55ぐらいにしてたから、まあ、これぐらいにしておきましょうか。はい、でだいぶねここで戻ってきたかと思います。はい、で全部ね露出合わせていったらいいとは思いますけど、でこのねエクスポージャーの方で、全部露出合わせていったら、まあ、最終的にこれね、先ほどここのシーンでいくとガンマをね上げていったらこの建物の方がだいぶね、まあ、見えてくるようになるかと思いますので、まあ、ここを、まあ、私の方ではね調節をしました。はい、ガンマをどれぐらいまで上げようかな、まあ、だいぶね 0.07 までしてきたら建物がね、見えるようになってきたかと思います。まあ、こういう形で露出をね合わせていったら大丈夫ですね。まあ、なので順番的にはまずねローのデータから、まあ、カメラのねメタデータを触っていって、このエクスポージャーを基本的に触ったらいいと思います。であと白飛びしてたデータがねどっかあったんだよな、どれだったっけ、ちょっとねこのデータが正直飛んでたんですよ。これもう飛んだ状態になってますけど、はい、でこれもね一旦戻しましょうか。 1.09 これ0にね、まあ、戻しますね。
で、カラコレの方も、カラー調整の方も一旦、戻します。はい、リセットしました。まあ、これがね、まあ、大元の状態で、これはね、まあ、正直、露出失敗ですね。で、ちょっとね、ここでお話ね、させていただきたいんですけど、この、ニコンローの、まあ、N ローの、まあ、撮影に対して、SDR と、まあ、N ログあるじゃないですか。はい。で、やっぱり、白飛びだとかは、N ログに設定してる方が、まあ、おそらく飛びにくいと思います。はい。結局ね、露出の幅がギュッとね、こう圧縮されている状態になりますので、このね、幅がね、余裕ができるわけなんですよ。で、そうなると、やっぱりね、白飛びしにくいんですけど、SDR の場合は、まあ、やっぱりね、飛ぶものは飛んでしまいますので、しっかり、撮影の時にね、露出を合わせておかないと、こういったね、絵になるかと思います。はい。まあ、これが、まあ、失敗例として、まあ、見ていただいたらいいとは思いますけど、はい。これをね、まあ、ちょっと頑張って戻したいというところで、まずね、このね、ローのところから、クリップにしていただいて、まあ、ここで、だいぶ飛んじゃってるんで、ここのね、スコープを見ながら、まず、エクスポージャーの方で下げていきます。はい。ここね、もう飛んじゃってるから、切れてるんですけど、はい。まあ、だいたいこれぐらいかな。位置的に言うと。はい。で、これでね、まあ、だいぶ戻ってきたなという感じかと思います。はい。で、あとは、カラーのね、こちらのね、まあ、カラーホイールの方で調節していったらいいかと思いますけど、まあ、ガンマの方で今度ね、逆に飛びすぎてるから、ちょっとね、これ押さえていく感じですね。ちょっと引き締めていかないと、空がね、戻ってこないので、あ、でもこんなもんかな。はい。ちょっと映像を見ながら。もうちょっとね、色締めてもいいかもしれないですけど、まあでも大体いいぐらいかな。で、今回のね、この映像はあまり空が見えないんで、そんなにね、飛んでる違和感はないかとは思うんですけど、はい。ちょっとね、これは、まあ、失敗ですね。こういったちょっとこう塊ができてしまう場合っていうのはもうこれね、飛んでる状態になりますので、はい、ここは気をつけてください。まあ基本的にね、SDR で撮ってる場合っていうのはちょっと暗めの方が安心かもしれないですね。はい。ということになります。だいたいもうちょっとね、原因を抑えてもいいかもしれない。もうちょい締めた方がいいかな。うん、まあこれぐらいかと思いますね。映像的に言うと。まあ実際ね、まあ暗いんですよ。日陰になってますので、まあ暗いところではあるんですけど、まあこういう感じで戻していくよということになります。あと、例としてはこれとかどうかな。はい。これもね、まあなかなかいい感じなんですけど、これも一旦ね、ゼロに戻して、最初の状態に戻しましょうか。カラーの調節はしてないっぽいな。はい。で、このね、動画は、見ていただいたらわかるんですけど、結構ね、暗めで撮ってるわけなんですよ。はい。で、暗めの方が結構ね、戻ってくるんですけど、で、ここのね、まあ、太陽が手前側にあって、で、このね、下の部分が、暗くなって見えなくなってるわけなんですよ。はい。まあ、なので、これも、このね、波形、スコープを見ると、もう半分ぐらいしか、範囲ね、入ってないので、もっとね、これガンガン上げてあげたらいいということになりますね。まあ、なので、カメラのね、データの方から、このね、エクスポージャーの方を、ガンガンに上げていくよということになります。だいたい、これはちょっと行き過ぎかな。はい。こういう形でね、上げていけば、しっかりね、この、なんていうかな、このね、裏側の石がね、ちゃんと見えてくるようになりました。はい。まあ、これをね、もうひたすら、一つ一つやっていく感じですね。で、あと、まあ、やっておかなきゃいけない部分でいくと、これね、全部、やってるんですけど、どれがわかりやすいかな。はい。で、ここでというか、これね、全部のファイルに、
あの歪み補正をかけています。はい、ロード画は歪み補正がね解除されてますので、まあ少しねあの樽型になるわけなんですよ。まあなので、まあ私はすべて、レンズ補正ね、まあかけて、ここでねレンズ補正をかけています。はい、でまあ私の場合はだいたいね、まああのいろいろと、まあこれはねレンズによると思いますけど、今回ね撮影した 24mmF1.8 の場合はまあ 0.1 ぐらいで、まあだいたいなんだろう、通常の、まあ、歪み補正がある状態ぐらいの歪みがね、まあ、ない状態になるかと思います。はい、これを、まあ、全てのファイルにね、まあ、やってくださいね。で例えばこれね解除すると、ここで見ていただいたら分かるんですけど、これね解除しますと、はい、こんだけあの歪み補正をがかかってますので、特にこのここがよく分かりやすいかな。はい、これを歪み補正かけた状態にすると、まあ、これだけね、あの、まっすぐに出てきたかと思います。まあ、要はちょっとね、キュッとなってる感じなんですよね。まあ、あの、こういったね、後ろの棚だったら、樽型になるのがよくわかるんですけど、まあ、こういったね、景色だとかは、まあ、歪みはね、わかりにくいんですけど、まあ、やっぱりね、気になるところは気になるかと思いますので、歪み補正も必ずやってください。はい、っていう感じかな。これね、これも全部やってます。はい、で、まあ、全てねやり終えたら、はい、このね、デリバー、はい、デリバーの方で、まあ、書き出しを行いますけど、で、最初のね、お話しした 8.3K60p のねロー動画であっても、今回ねタイムライン、まあ、普通にサクサクで編集することができました。でプロキシを使わずにあの編集ね、まあ、することができましたけど、それっていうのがですね、ここの一番の要因が、カメラローの、ニコンローで、これのね、クォーターにしてる部分が、大きいです。でこれねフルにしてたらもうね全然動かなくなりますので、これねクォーター、まあ、要は4分の1の、まあサイズになるのかな、サイズというかファイルサイズに、まあ、なるので、あの軽くなるんですよね動きが。はい、で、ただこれね書き出すときはあのこのままだと、要は画質が悪い状態に、ね、まあ、なってしまうわけなんですよ。だけどまあ、それのね、解決策としては、まあ、ここでね全然戻してもらっても全然 OK なんですけど、ここでね戻し忘れたらいけないというところで、まあ、戻し忘れててもちゃんと、やってくれるのがこのね最高品質でのディベイヤーというとこチェック入ってたら、最高画質、要は、フルのね、まあ、画質の状態で書き出しね、行ってくれますので、まあ、ここチェック入れるか、もうこっちね、設定のところで戻すかといった感じでやってください。まあ、そうすれば、綺麗にね、動画、書き出すことができますので、これね、本当にね、このまんま、これは今あれか、8K にしてるからか。例えば、まあこれね、編集するときは私ね、4K にしてたんですよ。で、この状態でやっていけば、全然、サクサクね、動いていくかと思います。ちょっとこの辺がいいか。カット画面だと分かりにくいね。はい、これでね。ちょっと多少動きが悪いかな。ちょっと悪いね動き。再生でオリジナルだから、ここもクォーターにしてみようか。あ、まあね、これローの状態でも全然ねこれでサクサク動きますよね。はい、いや、ローがね、もうここまで簡単に編集できるようになるんだったら、もう全然 8K ね、撮れますよね。はい、こんだけ再生スムーズです。はい、ということで、再生のところの、ここですね、フルにしてたら、
ちょっと動きが悪くなるかもしれないですけど、こっちでもね、4分の1クォーターにすればかなり再生スムーズになると思います。はい、で元のね、こっちの部分でも、クォーターにすることで滑らかになるかと思いますし、まあなので、まあ私はね、もう今後プロ棋士のねデータは使わないですね。はい、あれも入れ替えるのめんどくさいんで、なしでもこれができることがね、まあ、分かりましたので、ぜひですね、まあ、こういった形でやってみてください。まあ、これかなりねいい情報だと思いますね。なかなかやっぱりこうニコンローを扱ってる人って、まあ、まだまだね全然いないですし、まあ、そもそもねニコンのカメラで動画やってる人もね、まあ、かなり少ないので、まあ、ニッチなね、まあ、情報かと思いますけど、まあ私はですねやっぱり、ニコンのカメラを使ってね動画をね撮る方を増やしていきたいと思ってますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、まあ、あとは、実際ねこれでね編集してみて思ったのが、やっぱりねローめちゃくちゃいいですね。はい、でかつこの今回の SDR で撮った映像を見ていると、やっぱりニコンのね絵作り最高ですね。はい、まあ、なので基本的にはね SDR でいいんじゃないかなというふうにやっぱり思いましたね。で N ログで撮ってしまうと後から処理がめんどくさいので、まあそれでいくともうやっぱり SDR をベースに、あとは好きなようにちょっとこう青み寄りにしたりだとか SDR で撮っててもまあできますので、まあそういう形でされる方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、あとはそうだな、気になったところでいくと、まあやっぱりね露出の問題は、露出についてはやっぱり N ローの N ログでね、まあ、撮る方が余裕があるよということですね。はい、まあざっとそんなところかな。はい、まあもうすでにね見ていただいてるかと思いますけど、奈良県のね飛鳥村の、岡寺、はい、まあ、そちらのね映像を、まあ、見ていただくと、まあ、今回のね編集の内容の結果がね分かるかと思いますので、まだね動画見られてない方はぜひね見てください。はい、ということですね、最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。